コンセンサスファーストチームに選ばれた選手たち。左上から時計回りに、バトラー、カニングハム、ガーザ、ドスンム。2021年の NCWA 男子、バスケットボールオールアメリカンは、2020から21シーズンの NCWA ディビジョン I 男子、バスケットボールシーズンにおいて優秀な選手に授与される名誉。四つの組織、A、AP 通信。 米国バスケットボールライター協会、スポーティングニュース、バスケットボールコーチ協会より選出される。ユーザー部は、SN、NBC はチーム選出のみだが、AP 通信は、チーム選出の他に特別賞を設けている。投票基準は、ファーストチームの投票で3ポイント、セカンドチームの投票で2ポイント、サードチームの投票で1ポイントを得る。ポイントの合計で、 上位5選手がファーストチームを構成し、続く5選手がセカンドチーム、さらに続く5選手がサードチームとなる。4つの団体が合意の下で構成される、コンセンサスオールアメリカンチームはセカンドチームまでの選出となる。AP 特別賞、ありがとうございます。